んにちは。髪のお悩み相談解決見返り美人の福島です。ではこの栄養剤はどのように使うかというちょっと使い方を皆さんにご紹介していきます。先がスプレータイプになっておりますので、1日2回ご使用になってください。まあ、朝とそれから晩がよろしいかなと思います。まあ、お忙しい方でしたら夜でも結構です。できましたら頭皮が乾いている時がよろしいです。で若干濡れてますと少し栄養剤も薄くなってしまうということなんですけれども、まずこちらのシャンプーをした後によくタオルドライ、それから乾燥している時も、乾燥している、トップの部分からだいたい10箇所それから後ろの部分もだいたい10箇所でスプレーをした時に必ずそこの部分は毛根にすり込んでください。でだいたいおおよそ20回頭皮につけます。そうしましたらここで軽く3分から5分くらいマッサージをしてあげるとよろしいそうです。まず先ほどつけましたトップの部分ゆっくり10年といいまして外側に円を描くように2、3で少し場所を変えまして後ろに行きまして1、2、3これを2、3回繰り返していただきます。そうしましたら後頭部の部分ですね、ここも1、2、31、2、3ゆっくり回していただきましてトップからなで下ろしてあげることによってエッセンスの浸透も良くなりますし神経を癒すというそういう気持ちを込めましてこの首筋まで持ってきていただきます。まあ、このようにだいたい夜でしたらお休み前の3分から5分とても簡単なんです。しかし毛根には非常に栄養が行き渡っております。私も毎日使っておりますがこちらのアデノバイタルスカルプエッセンス V 税別6000円になります。ぜひ一度皆様もお試しになってみてください。今の時期が一番大切です。発毛、育毛、白髪を少なくしていく資生堂アデノバイタルエッセンス V 皆様の頭皮は見返り美人が守ります。